知は人を動かし、国を動かし、そして歴史を動かす。人は古の昔より知を求め、時にはそれを得るために争うことすら意図はなかった。時は講和6年、太平同人の英知を欲した3人の同志たちが試練に挑む。彼らは見事思考の知を得ることができるのか。人生のどうしよう。私が記した書を譲ろうぞ。俺が力を示しつつ、私の元へと来るのだ。他者に遅れとる者は確実の試練を抱えて。なかなかのものよ。ならば我が試練を受けてみよう。あなたが城に一番乗りか。見事よのう。だが城内の我が妖術超えられるかね。力を城内の一人に示しつつ前進するがいい。魔術書は我のもの、ボングどもには譲れん。小生が遅れを取るわけにもいかないな。格別の試練を与えよう。この先も奮起して進むがよい。他の者に先んじてここまでたどり着いたならば、私が特別に試練を与えてやろう。さあ、私の言葉であとわずか。今こそ神秘の術、その髄を見せてやろう。
のもとへ行くがいい。ならばもはやせかすこともない。さあ最後の試練を与える。ここまでにそなたが見せた力ならば、今一度厳しめに試させてもらおう。我にあがたなす哀れな子らよ、不具合よい。時代は好転へと変わる。我と共に進もうぞ。天地の風を知るか。しかしそなたの翼は天へは届かぬ。小生と共に世俗と身を隔て静かに天を包む気はないかね。いやいや、汗の匂いもしないところで鷹身の見物なんてつまんないね。わしはこの天下の空、飛べるところまで飛んでみせるよ。か弱き翼よ、そなたは天には届かんよ。そうかい、でも試してみたいね。毒も霧とは面用だが、我には通じぬ。に同日賞を与えよ。この書の知恵上手に使ってみせるよ。同日賞は手に入れたよ。この書ありがたいものの割には随分と誇りっぽいね。まあいいかね。あっしが使うからにはみんなのために役立てるよ。まずはこの術で飛べるところまで行ってみようかね。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際一国を制し晩年傑物と称される人物のようじゃな。